新型コロナウイルス感染症 COVID-19 自宅療養者向けのパルソオキシメーターの測定方法をご説明します。横浜市では SPO2 血液中の酸素飽和度を測定する機械を自宅療養者へ貸し出ししています。こちらを測定することで客観的な数値により重症化リスクを 早期に発見することができます。画面の見方を紹介します。下の大きな数字が SPO2、血液中の酸素飽和度を表します。標準値は96から99%です。この数値が94%以上であることを確認してください。上部右側に表示される数値は 脈拍数を表します。SPO2 ではないため注意してください。正しく測定できている場合は、上部左側のバーが上下に動きます。次に、測定方法について説明します。まずはじめに、クリップ状になっている根元をつまみ、反対側を開いてください。次に、測定者の爪を上にして、 パルスオキシメーターを装着してください。装着した指を胸の高さに合わせ、指を動かさないようにしてください。30秒経過した後、SPO2 の数値を読み取ってください。測定時の注意事項を紹介します。マニキュア、ジェルネイル、シールなど、爪への装飾はしないでください。 数値が低く出る場合があります。また、パルスオキシメーターは光センサーを使用しているため、日光など強い光がある場所で測定しないようにしてください。指先が冷たい場合は、温めてから測定するようにしてください。測定結果が93%以下の場合は、神奈川コロナ119番へ連絡しましょう。 また、SPO2 だけでなく、息苦しさがある、表情、外見がいつもと異なる、意識障害があるなど、体調の変化があった場合は、神奈川コロナ119番へ連絡しましょう。